野上明2月15日から1967年11月4日は、日本の文学者、編集者。1909年2月15日、徳島県徳島市新内町に、老曲師、天中圏雲江門の雑木作者である父、和歌山義三郎、母、藤本里の次男として生まれる。1917年、徳島市寺島神城小学校入学。 1922年、徳島市立徳島中学校入学。1927年、鹿児島の旧制第七高等学校入学。1929年に東京大学文学部に入学し、翌年の1930年に京都大学法学部に転入。この頃京都の吉田美佐子の下で囲碁を学ぶ。1933年に、 滝川事件を契機として中退する。1934年に仙台市半袋上日の都に学生誤解書を開いたり、1935年からの河北新報の囲碁欄の解説を掲載するなど、囲語により生活を始める。1936年には上京し、1937年に安永一、田岡慶一らと雑誌、囲碁春秋を発刊し、 編集長となる。また、文人語会を企画し、囲碁愛好家の作家や、学者の交流を図る。ここで知り合った、川端康成、豊島義雄に指示し、筆名を、野上明とする。1940年に、日本金の囲碁クラブの編集部に入り、発行部数を5000部から1万部に売れ行きを。 上昇させ、囲碁クラブの編集長となり、軌道の編集も兼任する。1943年に、日本金を退職し、創作活動の道に進み、編集長、内山はじめの、少女の友、新女園などに、詩や童謡を書く。また、1940年に、鈴木千代と結婚するが、1943年に、別居し、 1952年に離席する。1945年に福島佐と行商を創刊するが3号で廃刊となる。また芸術前衛運動を企画し、1946年に火の会を発会して作家や編集者など会員60人余りが集まる。同年に出版社第一書房を創立。 福島里や早見律子などと出版編集を始める。文芸雑誌、プロメテ、少女雑誌、白鳥などを刊行また、NHK ラジオ、夫人の時間に放送誌を書き始める。同年に早見律子と結婚する。なお、第一書房は1947年にストライキにより解散となる。1949年に前田久男などと、 日本語薬師委員会を企画。また前田久夫社長として、音楽教科書出版を目的とする、さゆりかき園を創立。1955年に、日本将棋連盟より、将棋二段の免状を受ける。1956年に、日本棋院より、囲碁五段の免状を受ける。文壇本因坊だった、坂木山淳は、野上の囲碁の強さは、アマチュア離れしていたと書いた。 1967年に脳腫瘍と診断され、東京医大病院の大外科に入院する。1967年11月4日に死去。翌日の11月5日に日本紀伊院より、以後六段の免状を受ける。11月8日に青山葬儀所で音楽葬を行う。川端康成に指示し、戦後、第一書房で編集局長を経て、詩・小説。 童話、戯曲、訳詞などの創作活動に入り、戦後、芸術前衛運動を推進。放送劇の主題歌作詞や台本、オペレッタの演出など、多彩なジャンルで力量を発揮した。著書に詩集、幼き歌、戯曲集、が、随筆集、囲碁太平記など多数。オリンピック参加の日本語での訳詞を担当した、人としても知られる。ボブ・ディランの、 風に吹かれての役史も担当した。長男の藤本草は、法学プロデューサーで、公益財団法人日本伝統文化、振興財団理事長。娘の藤本光の夫は、オペラ演出家の三谷玲二。四男の藤本国彦は、ビートルズ研究者、雑誌 CD ジャーナル編集長。野上明の死費。徳島市新町西公園で撮影。 坂木山純囲碁談義 P159、写真と、日記2006年3月、清流出版、2020年5月23日閲覧、藤脇国を、出版アナザーサイド P222、ありがとうございます。